どうもしゅんです。こんにちは。今回はファーストロジックさんという会社にお邪魔しています。不動産投資に関する IT 企業なんですけども、ファーストロジックさんはなんと日本企業の平均の4倍の1社員あたりの収益を生み出しているという、かなり今伸びている会社です。今回は旬代理メンバーの星くんがファーストロジックさんに潜入して1日お仕事体験をさせていただきます。ちなみにこのファーストロジックさん の1日体験入社なんですけども、普段の専攻のフローにも入っているということで、この体験入社も専攻なんですよね。これから受ける方は専攻対策としても見ていただければなと思ってます。おはようございます。おはようございます。今日は何の一日ですか？今日はね、ちょっとね、体験入社みたいなのするんですよ。最初体験入社して、そっからなんか対決とかもあるらしいので、ちょっと全員ボコボコにしてきます。おー、やる気十分ですね。いってらっしゃい。はい、行ってきます。着きましたね。あ、おはようございます。おはようございます。専修大学3年の星と申します。本日よろしくお願いいたします。はい、人事の下藤と申します。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。すごい白い。そうですね、結構全体的にシンプルをイメージしております。すごい。一日の流れの方を簡単にご説明いたします。昨日はよく寝れましたか？いや、ちょっと実は結構実は緊張してて、怖い。なんかスピーチするらしいです。準備してきた？準備してないですよ。初めてですよ。僕はあれらしいです。本質を見抜き、最短距離を直進する、まず目的を明確にしって書いてあるじゃないですか。うんうん、これ読むだけかと思ったら、うん、本質を見抜き、最短距離を直進した過去の経験とか、うん、でもやってることを発表して、どうトライしていくかみたいな話まで1分間でするみたいな。余裕ですね。余裕だね。確かに余裕です。星くんなら余裕だね。得意なんで、こういうの。敬語とか大丈夫そう？いや、敬語はマジでやばい。ちゃんと指摘していただけるみたいだからね。はい、あ、でもそれ本当嬉しいですね。ね、じゃあ頑張ってください。はい、もうすぐ朝礼なんだっけ？もうすぐ、あと本当に数分で朝礼らしいので、考えなきゃいけないのでちょっとやめてください。インターンで効率悪くて1日の仕事が終わらないことがあるので、ちゃんと何が重要で何が緊急かみたいなものを見極めて、それを最初に書き出して、でそれをやったら無駄なこともせずに効率よく本質を見抜いて最短距離で着信できるんじゃないかなっていう話をします。多分、はい、おー、まとまってますね。じゃあ次になったんで、もう一回来られて、はい、ありがとうございます。おはようございます。じゃあ、朝礼始めたいと思います。はい、星さん、2日間体験者、よろしくお願いします。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 はい、行動指針の発表です。はい、で今日は1番について発表したいと思います。はい、本質を見抜き、最短距離直進するということで、僕がよくやってしまいがちなのか、無駄なことやってしまうみたいなのがやっぱあるんですね。いろいろなんかやんなきゃってやってると、結局一日のうちに仕事が終わらなくて、なんかやんなきゃいけないことも終わってないみたいなのがあるんですね。だからその時に先輩に教えていただいたのが、なんかやらなきゃいけないことをしっかりリストアップしていって、それどんぐらい時間かかるかっていうのをしっかり見ていくっていうところを最初やる前に書いて、やり終わったら全部そのどんぐらいかかったかと何が大事なのかっていうのを確認していくってことで、まあ、終わるよねみたいな話をされていて、で僕は今日は1日とりあえず体験入社というところで、1日の中でなんかやっぱ入っていただきたいと思っていただきたいですし、ミスマッチをなくすみたいなところもしっかりやっていきたいので、なんか何が絶対重要かっていうのを、でそこにどのぐらい時間をかけるかっていうところをしっかり見て、で終わったら全部どのぐらい時間かかったかっていうのを見ていって、なんかその本質的に最短距離を進むっていうのをやっていきたいと思います。本日よろしくお願いします。じゃあ一旦これしてみましょう。はい、はい、じゃあ星さん、体験入社頑張ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。実際のロープレイに入っていきますね。はい、はい、プル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 。はい、お世話になっております。私、ファーストロジックの星と申します。物件売買の件でご連絡しました。ご担当者様はいらっしゃいますか？はい、私です。あ、お世話になっております。ファーストロジックの星と申します。あ、すごい緊張しますね。おはようございます。本日はビジョンである不
動産投資家の支援について話をします。最後に周知連絡事項ありませんか。本日2名の方、体験入社でお迎えしております。専修大学3年の星かけると申します。本日は営業で、体験させていただくので、本日ちょっといろいろ至らぬ点もあると思うんですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私とかが繋ぐので、はい、このボディボタンを最終的にどこまで忘れる、はい、分かりました。あ、お世話になっております。ファーストロジックの星と申します。物件売買の件でご連絡しました。あ、いらっしゃらないんですね。はい、弊社の事業としましては、本日ありがとうございました。失礼いたします。それでは後ほど資料をお送りいたします。はい、ありがとうございます。お忙しいお時間いただきありがとうございました。はい、失礼いたします。作戦としては、あと2回資料を送らせていただいて、あと10点です。したら10点いきます。はい、確認します。はい。10点いくのはマストですか。多分5点に止まってきたら最初ですよね。はい。より多くを目指すのはいいと思うんですけど、はい、自分のその他の課題で相談した方がいいです。はい。早く終わってるところは、その時間を他の準備で回すとかにしてもいいじゃないですか。確かに。倍を目指すのも、はいいと思うんですね。はい。そしたら現実的に考えて、他のプレゼンの時間もよく見られていくから、先生が行くためであれば、こっちに振り分けるで、した方が、わかりました。ありがとうございます。すいません。さっき10点目指すって言ったんですけども、やめます。プレゼンの資料を作ります。はい、プレゼンとか苦手なので。仲間同士で印象とかっていうのは、怖い怖いこの人怖いとかあるんですか。でもなんだ、怖い人は正直会社にはいなくて。あ、いないんですか。なんか例えば部長とかは威厳があるから、しっかり用意して話しかけないととかはあるかもしれない。ちゃんと時間タイムセットして、これ話して、これ話してって言って、やっぱり時間がすごい詰め詰めで業務されてるので、その30分で決めたら30分オーバーしたら他の人にも迷惑かかるので、そういうのは失礼しますけど。情報を集めるのは何を見れば情報を集めるのかな、どんな情報が必要かなを多分整理するところからスタート。知らないと警察サービスの情報くださいって言われても、私たち何を渡せばいいか分からない。そうですよね。公演のプレゼントを渡すためにどんな情報が必要かなを洗い出す。はい、一つ質問がありまして、もしその場合ってすでに営業の方が使われている資料を使わせていただくのが一番早くてベストなのかなと思ってしまったんですけど、それでもよろしいですか。もちろんそれが可能です。それが最短だと思うんだったらそれでやればいい。わかりました。ありがとうございます。じゃあそれ持ってきましょうか。いいですか。いいよ。お願いします。ファーストロジックさんが運営しているサイトに結局載せますって言わせなきゃダメなんで、そこをクリアするために今資料をきれいに説明しやすいように作ってます。自信は？自信は正直あります。プレゼンできたら見ていただいて、こうした方がいいよねってフィードバックをもらいながらやっていこうと思います。頑張ってください。頑張ります。最後突っ込まれたところだけちょっと確認したいんですけど、いいですか。じゃあこれは半年利用だけじゃないです。半年か1ヶ月利用だけ対象として。対象としての2つです。資料が間に合ってるけど説明できないっていうところで、30分ずらしていただく相談をしに行ってきます。おー、はい、プレゼンの発表を先ほどさせていただきます。30分後に流させていただきます。あ、1番ですね。はい、わかりました。大丈夫です。お願いします。はい、大丈夫です。プレゼンの発表を授業者さんにしていただく話があったんですけども、ちょっと私取り締め30分後にずらしていただくことは可能でしょうか。大丈夫です。ありがとうございます。30分有効に頑張ってね。じゃあ邪魔しないね。はじめまして。私、不動産投資の楽町を運営しておりますファーストロジックの星と申します。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからご興味を持っていただいている、掲載のサイトの方について詳細説明させていただければなというふうに思っております。最初の方はまず楽町がどんなものなのかっていうところを説明させていただいた上で、その後検討されている掲載サービスを説明させていただければなというふうに思っております。じゃあ早速ですが紹介始めさせていただきます。はい、お願いします。私たち運営している楽町というサービスなんですけども、そのページに開いていただけると分かるんですけども、こういったサイトイメージですね。よくは不動産ポータルサイトとかこういったイメージなんじゃないかなというふうに
思うんですけども、まあ、特にそのお金を持ってらっしゃるお客様がいるというところ、実際買う力があるお客様が多い、でかつ、まあ、保有物件1件以上というところで実際に購入されているお客さんが多くいらっしゃる、はい、じゃあ一旦しましょうか。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあここで簡単にフィードバックをしたいと思います、はい、まずはやってみたホイスさんの感想ですね、うん、どうでした？疲れましたね。まずあの疲れました、はい、すごい楽しくて、うん、なんかどん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 知っていってプレゼンが上手くなっていくっていう自分の成長が実感できるっていう部分ですごい楽しかったですね。1時間半ぐらいですかね。はい、準備。そうですね、結論2時間ぐらいですか。はい、慣れない用語とかたくさんあったと思うんですけども、うん、はい、最低限のところをある程度理解して、はい、でその中でも不動産会社様が特に気にするポイントとか、はい、っていうのはしっかりとインプットできて話せたかなと思います、はい、じゃああとは細かいところぜひホスさんが今後社会人になって営業するときに、はい、こういうの直した方がいいよとかこういうの良かったよっていうフィードバックをお伝えしたいなと思ってます。良かったところホスさんの強みになるなと思ったんですけど、はい、すごく人間味のある営業できていいなと思いました。はい、ありがとうございます。例えば具体的に言うと楽町の YouTube チャンネルでもここ僕好きなんですよね、ああこういう動画聞くとか面白いんですよねっていうああいう話、はい、あとは楽町って他のサイトとどこ違うのって対して自分ここアプリがめちゃくちゃいいと思ってるんですよ、はい、っていう話、自分の気持ちとか感情を出すって営業で結構重要で、星さんがどこが本当にうちの商品いいと思ってますっていう話ができるのってすごくいいこと で最後改善点1個です。はい、星さんの感情が丸見えっていうところですね。あもう普段から言われております。緊張、自信がない、はい、焦り、これは全部口調、目線、資料の扱いで出てる。はい、はいはい、まあ、目線だったら下を向く、はい、口調だったら早口になる、はい、資料だったら雑にこう、はい、もぞもぞする、はい、これが露骨に出過ぎ、はい、これは営業マン受ける側としたら信用なくします。経験をすれば慣れる部分なんだけど、はい、やっぱり自分の感情とか特にマイナスの感情を抑える、思ってもいいんだけど見せない、ここがやっぱ営業マンって重要なので、はい、そこを今後訓練すればもっともっとよく売れるのかなと思いました。はい、じゃあ以上でこのプレゼンの課題は終了で、はい、僕のところあ、僕ですか。はい、 ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やばい、受かりました。ね、合格おめでとう。テレホとプレゼン、告白。マジ？しかも有言実行だね。あ、確かに有言実行しました。今のところね。なんかロープレイやらせていただけるってすごい貴重な経験ですね。しかも何回もやらせてもらってたよね。そうなんですよ。しかもなんかすごいのが、皆さん忙しいのにしっかり時間使ってくださる。ランチの時におっしゃったんですけど、うん、なんか教育に力やっぱ入れてるらしくて、うん、すごい時間使ってくださるんですよ。本気の集団ですね。そうですね。やっぱ教育が本気らしいですね。とりあえずスマッチなくしたいみたいなのがあるらしくて、うん、いい会社って俺が言うの変ですけどね。ちなみにさ、はい、入社したいですか。入社したいです。ちょっと泣いていただきたい。大丈夫、泣いて今ゼロなんで。泣いてゼロ、泣いてゼロなんで。ファーストロジックさんめっちゃいい会社なんで泣いていただきたいですね。次はなんか対決あるらしいので行ってらっしゃい。はい、ということで人事チームの下友さんにお話をお伺いします。ちなみにファーストロジックさんならではの魅力ってどういうところにありますか。やはりですね、私が思うところなんですけども、やりがいが持てる会社だと思っています。ということで言うと、はい、ただそのやりがいっていうところが仕事の幅とかけることの報酬、うん、その掛け算のバランスがいいっていうところが非常にやりがいとして得られる点じゃないかなと思うんですね、うん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 、若くしていろんなことができるというような仕事の幅、やりがいもありますし、おかげさまね、業績に関しては順調に右肩に上がっておりますので、うん、報酬待遇という意味でも十分に皆さんにご案内いただけるぐらいな水準にはご提供できてるんじゃないかなと。そういった意味での仕事の幅かける報酬、うん、っていうところがやりがいにつながってくる。個人的なイメージでざっくり広い意味の不動産の業界って結構なんかゴリゴリ営業みたいなイメージがあるんですけど、どうですかファーストロジックさん。我々っても不動産会社ではなくて、うん、IT 企業ではあるので、うんうんうん、ちょっとそういうゴリゴリ感っていうのはどちらかというとあまりないような会社になってきますね。ある種不動産に興味がない人とか不動産投資であったりとか入社してちょっとずつ興味を持ってみたいなパターンもありますか。それでいうとほぼそのパターン。おお、よかったです。それは入社前から不動産投資とか落待ちを知っているっていう方は従業員の中でも1割もいないと思います。うん、投資ってもの自体に少し怖いなと感じるような社員が今でもおりますので、その辺に関しては特に問題ないかなと思います。
星くん、はい、この後の予定を教えてください。一旦業務終わりっていうところで終了がございます。今日の目標みたいなところで結果どうだったかっていうところをしっかり報告して終わりたいと思います。終了始める前にどうでしたか、一日体験してみて。あ、楽しかったですね。疲れました、でも疲れました。疲れましたけど、すごい楽しかったです。何が一番疲れましたか。プレゼンの資料を制作してロープレするっていう、でまた改善してっていうところが一番疲れましたね。そうですよね、はい、あの短い時間の中で発表する時間も決まってましたから、お釣りが決まってる中で作業する大変さが経験できたんじゃないですか。はい、じゃあこれから私と10分から15分ぐらいで振り返りの終了をします。今日星さんが目標が何で、はい、どういう行動をし結果がどうだったか、はい、というのを報告してもらいます。はい、でこれは体験入社で、あの星さんだけじゃなく既存の社員も毎日やっていて、はい、でこれを見て業務が終わる、はい、というのが星さんです。課題は全部です。あ、2つありました。はい、で1つ目が電話営業、2つ目が経済サービスのプレゼンをやりました。はい、実際にやった結果、かけた本数で言うと30件ぐらい。1時間で30件、結構時間、はい、あの配信してかけた方がいい。はい、ありがとうございます。ポイントはいかがですか。はい、30件かけてるので、まあ、まず3ポイント。で、資料の送付が2ポイントなんですけど、こちら2件あったので、4ポイント。で、全部で7ポイントになりました。じゃあ、結果としては5ポイント目標に対して7ポイントで、達成しました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ファーストロジックの方から、はい、星さんに今日、いろいろな社員が設定を持ったんですけど、はい、みんなからフィードバックがありますので、できるんだ、いくつかフィードバック良かった点、アドバイスなんかをさせていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまずは良かったところ、はい、特にたくさん意見として出ていたのは感情をちゃんとコントロールですね、はい、明るく感じよくハキハキと話すということ、これ素晴らしくできました。ありがとうございます。逆にもっとこうするとさらに良くなるのでアドバイス、話し方、特に英語の部分で、はい、もしかしたら今日体験入社中に少しお話してたと思うんですけど、はい、めっちゃやばい、なんか何なのみたいなっていうような、学生さんが普段コミュニケーションで使う言葉とか、今日は多分2、3回注意しました。はい、マシ君、ファーストロジックさんにハート射抜かれてない。もうマジで言い返したんですね。テラコの時もですし、普通に生活していてもそうですし、フィードバックいただいても、毎回自分が期待しているよりも、なんかいいものをいただいているので、すごいですね。マス君、はい、今から何が始まるんですか。今から寿司だします。寿司だ？ちなみに寿司だってなんでやってるんですか。タイピングスピードを上げるためにやってまして、普段仕事するときにパソコン使って作業すること多いじゃないですか、はい、タイピングスピードを上げることによって業務スピードを上げて効率的に仕事しようよっていうのの練習のためにうちは寿司だをやってます。へえ、それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、よーい、スタート。あ、やばい、あ、これ何なんだろう。え、まだやってるってことね。あ、やばい、あ、やばい、やばい人いる、やばい人いる。え、じゃあ星くんから。僕、はい、星くんいくらですか。3000円分払って4880円のお寿司をゲット。はい、うちの基準は達成しますよね。あれ2回足りない。あれ、志村さん負けてるじゃん。志村さん、あんなになんかさっきあんなに練習したのに。志村さんさっき女に僕に偉そうに言っといて、タイピング負けてるんですけど、志村さん。ちなみに、ちょっと緊張しちゃったんですけど。え、8660円分のお寿司ゲット。詳しく言ったキーの数2倍ぐらい違う。当社に入社して練習するとこれぐらい早くなるかも。一番早いですか、会社で。会社で、そうですね。あ、そうですよね。一番ぐらいだと思います。よかった、なんかまだ。どうですか、一日を終えて。一日終えてですか、うん、めちゃくちゃ来てよかったですね。おとても来てよかったです。あ、偉い、ちゃんと改善されてる。 PDCA 回さなきゃいけないらしいので、ファーストロジックさんが入るには、うんうん、選考の途中で入るってことですもんね。そう、体験が何個かステップを乗り越えたら体験入社ができるっていう。
これすごいですよね。でも本当にミスマッチなくなりますね、うん、OB 訪問とかもすごい大事で、うん、いいなって思ったんですけど、うん、なんか本当に経験するっていうのが一番わかるなって思いました、うん、これから先もどん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 いろんな会社を探していい企業様見つけたいと思います、うん、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。気をつけて帰ってね。はい、行きます。さよなら。お疲れ、またね。バイバイ。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。